使いかけのケチャップがだいぶ仕上がってきたので、今日はケチャップにディレイをかける動画を撮っていきます。使用するマイクは振動を拾うタイプのピエゾマイク、ちょっと自分でハンダ付けしたんですけども、雑ですいません。こういうものを、パッチケーブルにつないで、これをエフェクターに通します。エフェクターはズームのマルチストンプ MS50G を使用します。ズームからステレオで出して、このミニで、この今度はズームの H2N っていう、この録音レコーダーに、接続します。ズームのマルチストンプは、マルチエフェクターなので、いろんなタイプのエフェクトが入ってるんですけども、その中からディレイを選んで、これも、も、え、も、こういう、このディレイを使用します。で、マヨネーズの、あ、ちょ、ケチャップの蓋のこのあたりに、ピエゾマイクをつけます。まあ、本番こうやってあげていくので、こっちが上の面になるので、ちょっとでも絵的に綺麗になるために裏面に貼ります。と、今日は差し込みのために、サイドからのマイク、カメラも準備してみたいと思っているので、今アングルを探しています。この辺りから撮っていきたいと、撮れるかな、思います。ノイズを消すためにファンヒーターを消します。それでは本番テイク撮っていきたいと思います。収録終わりましたので、使用したケチャップで、ポテトを食べたいと思います。ありがとうございました。